こんにちは、心理カウンセラーの高森です。失敗してひどく落ち込むことってありますよね。でもそんな時に気をつけていただきたいのは、自分自身を全否定しないことです。たとえ失敗という形になったとしても、そもそも 100% 自分自身に落ち度があったとかダメだったということはないんですよね。試験でしたら受かる受からないのような、はっきり白黒ついてしまうものもありますけども、大事なのはその過程の部分でやれていること、やれていたことっていうのも当然あるんです。そういうところも含めて何もかも自分はダメだったっていうふうになってしまいますと、これは立ち直るにとても時間かかりますし、次に同じことについてもう一度チャレンジするっていう時にすっかり自信がなくなってしまうんですよね。でこういった自分の見方っていうのは、例えばの通信簿で言いますと5段階で評価するものですよね。これを例えば1から4はもうこれは失敗なので1で、5であれば5なんですけど、 4.9 でも1みたいな、そんな評価の仕方になっているわけですね。もしそのような教育をしている学校があったら、これほとんどの方はモチベーションが下がってめげて何もできなくなってしまうと思うんです。1なら1で、少し努力して2、3、4と段階的に努力したことが分相応に評価することができれば、ではもう少しやろうとか、これを繰り返せばいいんだというようなことがあるんですけども、最終的に完璧な結果が出ない限りは1って言ってしまうと何もできなくなってしまうんですね。そして立ち直りも遅くなってしまいます。ですから仮に自分自身で失敗だと思ったとしても、この部分はやれていた、できていたという部分をしっかり見つめ、そしてそれについて取り組んだ姿勢というものも認めてあげて、ねぎらいもあった方がいいでしょうね。段階的に分相応に認めてあげること、努力したっていうその姿勢をねぎらってあげること、こういったことをしながら次にまた向かっていけばいいと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。